今回ご紹介いたしますのはこちらのニコマクからリリースされておりますバイク用のスマートモニター SM1 のご紹介を本日はいたします。こちらの製品は何と言いましても競合機種に対して価格が抑えられているスマートモニターではあるんですけれども、なんと機能に関しては同等の性能を誇っているということで、皆様に今回はご紹介をしていきたいと思います。まずは電源を入れてみたいと思います。エンジンの方もかけさせていただきます。はい、このような形でもうすぐにドライブレコーダー収録の方が始まっている。ここを見ていただきますとドライブレコーダーが今収録されているのかどうかっていうのが分かるところなんですけれども、さらにカープレイもこちら搭載されておりまして、なんともう即座にカープレイも立ち上がるというこういった素晴らしい機能が兼ね備っているということで、価格がなんと3万円台前半ぐらいのものとなっているんですけれども、全くそれを思わせない、そういった性能を持っているスマートモトミラーとなっております。でまずはですね、ドライブレコーダーの機能から見ていこうと思うんですけれども、ここタップしていただきますと、これ今後方の画面が映し出されております。でこういったバイクですと、こういったミラーで後方視界の確認をしなければならないので、当然のことながら視覚が非常に多いということがあります。ですがこちらの元モニターを使うことによって、まあ、これだけのですね視界が広がっているということになってて、非常に広角になっております。なので走行中も安心して走行ができるということが非常に大きなポイントになっているわけなんですけれども、ドライブレコーダーとして収録ができつつ、モニタリングが走行中にモニタリングをしている映像を見て安心して走行ができるというのがこのスマートモトミラーの大きな特徴であるということになっております。でこちらの方は Q Full HD ということで 2K 相当の解像度を持っているというものにもなっております。でさらにこのようにタッチパネル式になっておりまして、これ今前後ろで後ろ前前それから後ろということで表示ができるようにもなっているということで、非常に優れものとなっております。でまたこちらを押していただきますと、ここ録画の設定というところがありまして、このように 2K 相当それからフル HD 相当ということで2つの解像度を持っているということになります。これは前と後ろ両方とも同じ画質になっております。でループ録画、 G センサー、それから、まあ、GPS のスイッチで、これは日付、また録音の設定で、こちらは彫像か製造かということですね、まあ、リアのこちらスクリーン、リアの後方ミラーみたいな形で使うことができるので、彫像か製造かということで使い分けることができるようになっております。でまた戻っていただいて、さらにこちらを押していただくと、先ほどの画面に戻るんですけど、このリプレイという画面を押していただきますと、このように収録動画ですねというものをこの野外で確認することができるということになります。ここ非常に重要なところかと思います。特にバイクですと野外で確認する術というのが非常に限られている状況ではあるわけなんですけれども、この元モニターがあることによって野外でも即座に、まあ、何かトラブルがあった時とかですね、状況証拠を捉えたいという時、そういった時にこのような形で表示して確認するということができるということで、非常にドライブレコーダーの性能として長けている、機能を持っているということがまずお分かりいただけるんではないかと思います。でまた先ほどこの
ドライブレコーダー兼このモニターとして機能しているんだよというお話をしたんですけれども、よくありがちなのがですね、これは安い元モニターになりますと輝度値が非常に低くて、昼間全く暗くて見えないということがあるわけなんですけれど、これはそういったことがなくて、今非常に明るく映っているのがお分かりいただけると思うんですけれども、まあ、このように輝度調整ができるんですが、まあ、携帯と比べてもですね、ほとんど遜色のない輝度を有しているのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。そのぐらい非常に明るくなっている。またサンシェードもついてますので、こう火が照った状態でも見にくくなるということを抑えてくる、まあ、そういった作りにもなっているということになっておりますので、非常に考えられて作られているというのもこちらの大きなセールスポイントとなっているということが言えるかと思います。収録動画に関しては昼間と夜、この動画の最後の方でご紹介をしていきたいと思います。次にその他の機能ということなんですけれども、こちらパネルという画面を押していただきますと、このように方位計、それから標高、そしてスピードメーターで、またオプションにはなるんですけれども、タイヤの内圧、温度、そういったものまで表示ができるようになっているということで、こういったところももう6万円とか8万円とかするハイエンドモデルと変わらない性能を持っているということがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。またこちら GPS がね、内蔵されているということなので、先ほどドライブレコーダーでも言い忘れたんですけど、ここのところになりますが、日付、カレンダー、曜日、そういったところもわざわざ自分で設定する必要がなくて、電源を入れてあげれば自動的に調整をしてくれるということで、非常に使いやすくなっているというところもこちらのセールスポイントになってくるかと思います。こちらのシステム設定というところなんですけれども、まあ、このように先ほどのタイヤの空気圧になるんですが、相殺設定できるようになっていまして、空気圧の単位、それからタイヤの内圧の温度の単位で、またこちらの警報ですね、空気圧が下がった時にお知らせをしてくれる警報値、こういったものも設定ができるようにもなっております。でまたこちら音量の設定っていうのができるんですけれども、これ何の音量かと言いますと、このモニター自体なんですが、スピーカーが搭載されております。でこのモニター自体にスピーカーが搭載されている例っていうのは結構少ないと思うんですけれども、こちらはモニターでも音が出せますし、また Bluetooth を使ってインカムのイヤホンから音を出すといった、そういったこともできるようになっております。でその場合はどうするかというと、ここのところで切り替えるんですけど、スマホでの音声出力、オフの時はこのモニターから音が出ますし、オンの時にしますと携帯から音が出ると、 Bluetooth、 それからインカムからスピーカーに音を出力したい時はこちらをオンにするということで切り替えができるようになっております。こういったところも非常に使いやすいところになっているんではないかなと思います。で次にカープレイの機能になるんですけれども、こちらになりますが、もう即座に接続できるというのはお分かりいただけると思うんですけれども、この中身の機能に関してはもう皆様もご存知だと思うんですけれども、最大のポイントは何かと言いますと、携帯を取り出さなくともこういったマップが使えて位置情報の確認ができるということになります。今電話がかかってきたので、まあ、こういった電話の着信受け答えをすることもできますし、またこういった Amazon Music を聞いたりすることもできると。で先ほどのお話とつながってくるところなんですけれども、このモニターのスピーカーから出力することもできるし、携帯を介して Bluetooth、インカムのイヤホンに接続して聞くということも可能となっております。なので携帯をわざわざ出さなくても済むので、エンジンの振動によって携帯の破損であるとか、携帯の紛失、また雨降ってる時もあると思うんですけれども、そういった時に携帯を傷める可能性、なくす可能性というのが画期的に減らせるということです。でなおかつこちらの方も防塵仕様になっておりますので、雨が降っている時でも使えるものとなっているということで、安心して走行することが可能になるということで、非常に画期的な製品と
なっているということになっております。次に取り付けに関してなんですけれども、今回私のリトルカブに関しては、こちらグリップのところにこのブラケットを取り付けています。で、このブラケット自体は樹脂でできているブラケットになっておりまして、ボルト自体は六角のボルトで留めるようになってます。で、このように、まあ、角度の調整、こっちに調整したりとか、あと、この、傾きですね、調整するということも可能になっております。で、また、ここにケーブル、モニターの直下にケーブルが降りておりますので、このケーブルの取り回しも非常に良くなっているというのが特徴的なところになるかと思います。カメラに関してなんですけど、こちら、フロントのカメラに関しては、このメーターの横のところに取り付けの方を行っております。リアカメラに関しては、このテールライトの上のところですね。ここにリアカメラの方を設置しております。電源ケーブルに関してなんですけれども、私の場合レビューが非常に多いっていうのと、取り付けを楽にできるようにということで、このような形で取り付けの方を行っておりまして、これ自体が SM1 の電源ケーブルとなっております。で、こちらの赤、黄色がバッテリーの配線。赤がアクセサリーの配線。で、黒がグランドとなっておりまして、ACC に関しては、ウインカーのリレーがついているんですけれども、そこにバイパスさせる形で取り付けの方を行っております。続きまして、収録動画のご紹介をしていきたいと思います。まずは昼間の収録動画、前方からになります。解像度は 2560×1440p、フレームレートは 30fps となっております。また、こちらの収録動画の画角ですけれども、水平145度となっております。また、こちらのイメージセンサーなんですけれども、ソニーの IMX307 センサーを搭載しているということになっております。見ていただけるとお分かりいただけると思うんですけれども、非常に色合いが綺麗で、くっきりと鮮明に動画の収録がなされているのがお分かりいただけるかと思います。また、前に今、軽自動車止まっておりますけれども、後ろから光が照らされている状態でも、ナンバーの認識もしっかりとできるようになっておりまして、状況証拠として十分な動画が収録できるのがお分かりいただけるかと思います。続きまして、後方の収録動画ですけれども、解像度は 1920×1080p、フレームレートは 30fps となっております。また、画角及びセンサーに関してなんですけれども、フロントと同様で、広角145度、そして IMX307 センサーを搭載しております。この収録動画の注目ポイントは何と言いましても、今、逆光の状態で収録されている状況ですけれども、後方に止まっている車のナンバーの認識はできますし、また、周囲の状況に関しても、鮮明に状況証拠として、しっかりと収録がなされているということで、ドライブレコーダーとしての収録動画ということでおいては、必要十分な性能を有しているのがお分かりいただけるのではないかと思います。続きまして、夜間の収録動画になります。今、前方にワゴン R が止まっておりますけれども、ナンバーの認識はしっかりとできるのがお分かりいただけるかと思います。通常ですと、白飛びが出やすい状況ではあるんですけれども、白飛びもしっかりと抑えられているといった状況になっております。また、周囲の状況に関しても、黒つぶれを伴いやすくなるわけなんですけれども、周りの状況もしっかりと収録されているのがお分かりいただけるかと思いますので、WDR 補正がしっかりと働いている収録動画となっているのがお分かりいただけるんではないかと思います。続きまして、後方の収録動画になりますが、今、西武バスがちょうど後ろに止まった状態になるんですけれども、ライトが照らされている状態でもナンバーの認識、また今歩道に人が歩いておりますけれども、周囲の状況、収録することが可能となっております。また今ライトを消していただいてお分かりいただけたかと思うんですけれども、ライトを消している状態、またつけている状態でも大きく収録動画の状況というのは変わらないということで、WDR 機能がしっかりと働いておりまして、状況証拠がしっかりと撮れるドライブレコーダーになっているのがお分かりいただけるんではないかなと思います。はい、ってことで今回なんですけれども、こちらニコマクからリリースされておりますバイク用のスマートモニター SM1、 こちらのご紹介をさせていただきました。
こちらのミラーなんですけれども、とにかく価格が非常に安いにもかかわらず、上位機種と機能性としては大きく変わらない、必要十分な性能を兼ね備えているカープレイ対応のスマートモニターということで、皆様にこちらの方がおすすめできる製品となっております。こちらの製品の詳細なんですけれども、概要欄の方に記載をしておりますので、ぜひ興味のある方はそちらの方ご覧になってみてください。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。